こんにちは。オーストラリアアマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は私のアマゾン室サポート、この中の個別サポートのサポート内容についてお知らせします。私は3種類のサポートを提供しています。1つ、オーストラリアアマゾン室個別フルサポート。こちらは月会費3万円。初回費用が55万円。で、初回費用には半年間のサポート費用を含んでいます。 2つ目、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。こちらは月会費1万1000円。初回費用は28万円で、やはり半年間のサポート費用を含んでいます。そして3つ目が、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。こちらは月会費5500円。初回費用は2万9800円で、1ヶ月のサポート費用を含んでいます。パソコン音痴、英語アレルギーの初心者でも稼げるようにサポートしています。例えば、 パソコン音痴でメールに画像を添付することができなかったと。英語アレルギーでアルファベットが記号にしか見えなかった。儲かる商品探し、何から手をつければいいのかさっぱり検討がつかず、途方に暮れていたと。こんな状態からでも半年で独立企業も可能な輸出ビジネススキルを身につけることが可能です。転売アカデミーサポート会員の成果報告。 これは去年の12月に会員さんにアップしていただいたアメリカアマゾンでの売上げの報告です。30日間で34,454ドル。年賞に直すと4,600万円。あるいは22,157ドル。14,167ドル。15,39ドル。6,828ドルと。短期間でここまで成果が上がるビジネスは、 アマゾン室以外にありません。私がどんなサポートをして半年でここまで稼げるようにしているか、そのサポート方法。まず週3回、月曜、水曜、金曜日にサポートメールマガを配信しています。アマゾンではシステム変更やポリシー変更が頻繁にあります。昨日までは問題なかったノウハウが、問題なかった商品が扱うと危険な商品に変更されることがあります。 昨日までは問題なかったノウハウが危険なノウハウに変更することがあります。変化した情報を迅速に配信するために週3回配信しています。またサポート方法によって、サポート種類によって配信内容が変わります。1番、オーストラリアも全出個別フルサポート。こちらは個別サポートはマニュアルを配信しません。次にやるべき課題を出して質問や報告と アドバイスのキャッチボールをしながらサポートをしていきます。オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。マニュアルをメルマガで配信します。またメルマガで配信した内容に限らず疑問をチャットワークで質問できます。3つ目、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。マニュアルをメルマガで配信します。質問やリクエストできるのはメルマガで配信した内容と翻訳だけです。 そのサポートの感想をいただいています。堀さん、お返事ありがとうございます。店舗でカタログにランキングがついている商品ということですが、オーストラリア,アマゾンの中のそれぞれのショップにカタログがあって、その中のランキングがついているということでしょうか ?100 円ショップの中にそれと似たようなものがあれという意味でしょうか全く同じ商品をという意味でしょうかいろいろ質問させていただいて大丈夫でしょうか 今までの情報商材のマスターで、ここまで丁寧に対応してくださる方はいませんでした。いずれグレードアップしたいと思っていますが、しばらくはチャットでお願いします。今後のために教えてください。グレードアップの場合は、差額をお支払いしたらよろしいでしょうかその場合は、カードで分割も可能ですかその時に最初に申し込んだカードの変更は可能でしょうかというようなね、えー、質問と感想をいただきました。よそ様の塾は、 最上級のサポートプランでも大したサポートをしていないようです。上級プランじゃないとサポートがない。だからサポートに入る。しかしろくなサポートじゃない。だから予想様の商材やサポートでは稼げないのです。私のサポートは個別プランじゃなくてもサポートがつきます。そしてわかりやすい。だから個別サポートにアップグレードする会員さんが多いです。だから私のサポートを受ければ稼げます。 山口県湯田温泉でバス停探しで迷って輸出サポートとの共通点に気づきました。バス停ってわかりにくいです。Google マップも地元の人のアドバイスも役に立ちません。理由はバスは利用頻度が少ないし、バスを利用している人が滅多にいないから。オーストラリアアマゾンの効率的な取り組み方もわかりにくいです。Google 先生も eBay 実践者、 アメリカアマゾン実践者のアドバイスも役立ちません。理由は、オーストラリアの習慣がわからないし、オーストラリアアマゾンは始まったばかりでデータが少ないからです。オーストラリアアマゾンに特化したサポート専門の私だけが効率的に成果を上げる方法をサポートできます。オーストラリアアマゾン一サポートサイト。このサポートサイトがあります。まあ、パスワードかかった記事がね、えー、ほとんどなんで、そのパスワード。 え、もちろん会社にお知らせしてますんで、まあ、記事を読んで参考にする。わからなかったら質問するというような使い方をして入れていただいてます。また、チャットワークサポートは回数無制限でつきます。チャットワークのサポートですから、まあ、メールみたくね、えー、次の日もまだ返事が来ないとか、えー、3日経っても返事が来ないとか、いうことないです。 私がパソコンの前にいるときはこのように、もう分単位、秒単位でやり取りしてナビしますので、非常にス,プース,スムーズなサポートが可能です。この方は、登録、アカウント登録でサポートをして、無事登録完了というふうになっています。22時57分に質問していただいて、23時9分、だから12分で問題解決登録完了と。 これね、メールでやりとりとかしてると、あ、消えてどこまでやったんだっけなとかやってるとね、もう本当に、えー、何日経っても、あるいは1週間経っても、下手すると1ヶ月経っても、えー、アカウント登録すら終わらないということが起こり得ます。ただ、私の場合はチャットワークで、えー、サポートしてますので、スムーズに問題が解決します。これもサポート種類によって配信内容が断ります。まあ、オーストラリア、アマゾン輸出個別フルサポート。 ま今回のこの募集のサポートには質問内容に制限はありません。二つ目のオーストラリアアマゾン室チャットワークサポート。質問内容は個別の商品相談を除きます。個別の商品については NG 商品か NG 商品でないかだけお答えします。三つ目、オーストラリアアマゾン室マニュアルサポート。マニュアルをメルマガで配信します。質問やリクエストできるのはメルマガで配信した内容と翻訳だけです。 それからスカイプサポート。これが月2回、1回45分つきます。もちろん続けて、1回で90分で使っていただくことも構いません。その際予約の際にね、2コマでやるのか1コマでやるのか予約していただければ大丈夫です。これで、商品探しの悩みとか、やるべきことの整理とか、そういうのを相談していただいてアドバイスしています。 それらのチャットワーク、サポートサイト、スカイプ、それらを使ってサポートする内容は、まず最初にオーストラリアの銀行口座解説と。オーストラリアアマゾンの売り上げを受け取るのに、オーストラリアの銀行口座が必要です。しかし、日本では解,解説できませんので、オーストラリアの銀行口座を提供してくれるサービスを使います。どのサービスがいいのか、登録して何が必要なのか、それもわからなかったら何でも聞いてください。 自分で調べる必要はありません。銀行口座ができたら次はオーストラリアアマゾンのアカウント解説です。初心者向けに手取り足取りサポートします。わかりにくいアマゾンの説明を読み違えたり勘違いすると英語が分かっていてもなかなか登録できなかったりします。登録するのは一度だけなので時間をかけて自分で調べて登録しても意味はありません。簡単なことでも私に聞いてサクッと 登録を終わらせてくださいアカウントができたら次はオーストラリアアマゾンで販売する商品探しです。ここが一番のポイントです。チャットワークで何度質問してもらっても構いません。スカイプまたは電話であなたに合った商品探しのアドバイスをします。商品が見つかるまで親切丁寧にサポートします。また見つけた商品に個別にコメントをします。どういう商品が儲けやすいのか。 どういう商品は扱わない方がいいのか。それらについてもアドバイスします。また NG 商品。まあ、これをお知らせしてます。NG 商品には大きく分けて3種類の商品があります。輸送 NG 商品。郵便局が輸送を受け付けてくれなくて輸出できない。つまり運べない商品。オーストラリア NG 商品。輸送することは可能であるが、 オーストラリアで税関を通らない、あるいはオーストラリア国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。アマゾン NG 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品。これらの NG 商品は、今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのが、いつの間にか OK になる商品もあります。 私の元にはこれらの情報が集まりますので変化があり次第会員の皆様にお知らせしています。それから販売していると購入者からの問い合わせに対する対応があります。日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。アマゾンからの問い合わせに対する対応。 これも日本の常識は世界の非常識。アマゾンの常識は世界の非常識。アマゾンで生き残るためにはコツがありますので、アマゾンで生き残るための対応方法をサポートします。ここまで丁寧なサポートをするから、初心者でも稼げるようになります。こういうサポートをして、まあ、無事1回目の FBA 納品をした後の感想をいただきました。 このチャットワーク、それぞれグループじゃなくてね、一人一人専用のチャットワークを作ってますんで、まあ何を書いていただいても他の方には見られないで、まあ何でも相談していただいて大丈夫です。了解しました、ね。追記、マニュアル、要点を絞り込んで作ってあるので非常にわかりやすいです。これまでヘンテコな教材買った経験があるので、堀先生の教材の親切さがよくわかります。ありがとうございます。ということでね、えー、お褒めの言葉をいただいてます。 また FBA ね、質問に答えて、発送についての動画を作ってお知らせしたりというようなこともやってます。で、これらのやり取りをして、ね、続けて質問ですと。お届け先の書き方がさっぱりわかりません。どのように書いたらいいのでしょう。初めての海外発送ですんでね、わ、まあ、からない、さっぱりわからないという、よくあります。まあ、ただご安心ください。それらもきちんとサポートしています。あと、オーストラリア FBA の電話番号とファックス番号はわかりません。と。 重量の書き方もこれでいいのでしょうか。まあ、EMS 伝票の書き方を、えー、サポートしました。そして無事、ね、明日の午前中に集会に来てもらうように手配しました。先生がいなかったら発送できませんでした。ありがとうございます。というね、えー、お褒めの言葉レビューをいただいています。私は初心者でも稼げるようにサポートしてきたから、10年間物販サポートを続けることができています。 アマゾンがオーストラリアでアマゾンプライムを開始しました。日本で住んでるあなたにオーストラリアアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきます。ここをクリックしてアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。まあ、どんな商品がね、差額が取れて高く売れてるとか、あとサポートの費用、まあ、初めの方に書きましたけどね、半年間で55万円、まあ、その費用と申し込み方法等を案内しています。今、 この動画を、えー、サイトのページじゃなくてね、ブログで見てる方、ここをクリックしても何も起こらないんで、えー、動画の説明欄にある URL をクリックして、Amazon 室申し込みサポートページを見てください。え Amazon、ー、室サポーター、堀秀夫でした。